こんにちは、たけしです。今回は極ダイヤウェポンの攻略動画になりますね。いきなりなんですけど、基本的な3階はこちらになります。説明文にマクロとか書いておきますね。で、このボスのオートアタックはヘイトの1位2位に直線範囲攻撃が来るんで、サブタンクも開幕前にスタンス入れっぱなしでいいと思います。で、今回たまたま、ちょうどサブタンクで来てます。ガムレですね。始まりました。忍者とかはドトン置けないっすね、これで。始まってすぐ反対側に別の機体が出てきます。この機体にはサブタンク組がワープします。はい。で、このワープは連続でできないように1回するとデバフがつきます。このダイヤレインっていうギミックを4対4で受けたいがために、ワープしたって感じですね。はい。で、走行展開、これは半面の投げ払いと、頭ありとか3回の、バリエーションがプラスになってます。今回は向こう側半面が攻撃されるので、こっちに8人来てますね。で、エメラルドなんで3回しておきます。はい、こんな感じです。で、ギミックが終わったら、さっき移動しなかった方は移動します。はい、オートアタック飛んできてますね。で、フォトンバースト、距離減衰なんですね。これは距離減衰のダメージはそんなに痛くないんですけど、単体の着弾のダメージは結構痛いんですよ。なんでバフ2つと、あとこの後のオートアタックも痛いんで、ヒーラーはちょっと注意しておいた方がいいかもしれないですね。はい、走行展開2回目、今度はルビーですね。で、今度はまた反対側行きましょう。はい。で、ルビーなんで、ダイヤレインなんで、また44に置かれます。で、走行展開3回目、今度はサファイアですね。とりあえず爪が出ていない方に8人集合しましょう。サファイアは頭ありなんで、この後さらに8人がっちり固まります。はい、OK です。今の3つのバリエーションはボスのセリフの他にもボスのモーションで、判断することができるので、そちらも覚えておくといいかもしれません。で、次のギミックが、666。これはどこにいてもいいんですけど、ノックバックで紐を伸ばすギミックですね。はい。で、右か左かどっちかに、ノックバックの青いモヤモヤが出るんで、近づきます。で、これ線が伸びてないんで脇に立ちますね。はい、こんな感じで吹っ飛ばされて、で、反面の投げ払いがあるんで、対象になってる方は移動して逃げます。ボスの携帯が変わって、ここからなんか方向指定が入るようになってますね。このアウトレイジは全体攻撃です。ここを2回来るんで、せっかくなんでリプライザルとかの軽減使っちゃいましょう。はい。で、アウリアーツ、これ初見の時にちょっとびっくりしたんじゃないかなと思って、ですけど、これはもう完璧に脳死があります。後で解説するんで、ちょっと流れを見ていてください。はい、暴れ回ってステージ縦半分が来てましたね。ですね、アンチはボスはこれ斜めに大体突進するんですよ。で、斜めに突進するんですけど、例えばこの右斜め前に向かうと仮定したら、アンチはこことここになります。ステージを縦半分に割った時に、ボス背面側は、真ん中で、ボス正面側はボスの右手方向にある色付き床になります。ただし、こっちのアンチはちょっと狭いんで注意が必要ですね。実際の映像で見ていきましょう。さっきとは別のものになります。はい。で、右前に行きますね。背中側で待機してます。で、先生が、あそこにいますね。ああいう感じで、避けれます。で、縦半分もしっかり避ける。はい、最後の縦半分が忘れやすいんで注意が必要です。で、戻ってきて全体ですね。
はい、でこの全体の後にアウリドームっていうタンクの強攻撃があります。これを範囲なんで、巻き込まれないようにしましょう。でサブタンクはここでスイッチしてます。でタンクの強攻撃の後に名前がないんですけどボスの突進みたいな技があります。これは対角に弾がない場合はボスに近づいちゃいましょう。で、真ん中の弾に近づいてこの後のノックバックを受けます。はい、個人的にはこれと別パターンの敵にアームズを使った方がいいかなって思いますね。その別パターンはこの後来ます。で、アームビット複合になりますね。ここからさっきのギミックのアンチが2つ分かれてたんですけどそのうちの片方が潰されてます。これはボス正面側が潰されてるんで、背面側だけですね。はい、避けれました。でもう一回ステージ縦半分とちょっとしましまになってますね、腕の範囲が。はい、で全体この後またタンクの強攻撃が来ます。スイッチ準備ですね。はい、ここは特別無敵受けするレベルではないですね。でスイッチした後にまたボスの突進がありますね。これも複合になります。はい、でこれはさっきと逆で対角に弾があるパターンなんで、ボスから離れておきましょう。で中央も避けとけます。はい、で真ん中の弾に近づく。個人的にはこっちのパターンの時にアームズを耐えてしまった方のがいいかなと思いますね。はい、もう1台が帰ってきてここからのギミックがちょっと難所になります。はい、フラットレイ数字がついてますね。1人1個ずつつきます。ちょっと見ててください。後からまた解説します。数字がついてて順番に1人1枚ずつ扇が飛んできますね。でこれは2回食らうと死んちゃうので、1人1回ずつ必ず処理する必要があります。はい、一応処理できてたんですけど反対側はミスってたみたいですね。だいたいここでよくワイプすると思うんで、ヒーラーのリミットブレイクの使いどころなんじゃないかなと思います。で、解説になります。まず奇数か偶数か、数字がついた段階で色分けされてるので、床と同じ色の方に移動しましょう。で扇はこの内側の角で、処理していきます。しっかり隅に扇を誘導できてると真ん中にアンチができると思います。まあでも実装されてすぐなんで、もうちょっと大げさに避けてもいいのかなっていうふうには思いますね。じゃあ実際にもう一回見ていきましょう。はい、数字がついて赤色偶数なんで、ここのままで大丈夫ですね。あの人は反対側に渡ってもらいましょう。で、しっかり角に立って扇を誘導します。ちゃんと誘導できてると真ん中にアンチができますね。ただ向こう側の4番の人がちょっと手前に来てたせいで今真ん中だと踏んでましたね。はい、こんな感じでよく出てます。このまま続き見ていきましょう。はい、先生の星が綺麗でみんな帰ってきて、フォトンバースト、ここもヘイト1、2なんですけどタンクがやっぱり死んじゃった。ヘイト管理ができてないんで1人また犠牲になります。でオートアタックも、ヘイト2、これは忍者ですね。忍者に飛んでってるんでまた1人死んじゃいました。はい、アームビット、ここからは走行展開との複合になりますね。爪の方向とボスが3回か頭割りかどっちのモーションなのかを確認します。爪がこっち側で、頭割りですね。アームビットのビームが出てから移動します。爪を避けて頭割りなんですけどビームが怖くて動けない。でも生きてる。やっぱタンクって楽っすよね。はい、でダイヤレイン44で分かれます。今ワープしてこなかった人らが移動しましょう。もうちょっとですね、あと 13%12%。 はい、アームビット、これが最後ですかね。あとは繰り返しになるんですけど、まあ、またアームビットが出てきて、エクサ、追尾が来ますね。これは範囲をまとめて、ワープで行きたいんですけどビームが出るまで待ちます。出たら、ワープして範囲から逃げます。
はい、で最後に遠踏みと。はい、ビームを受けてから遠に入ります。はい、バッチリです。もうここまでで、あとは今まで出てきたギミックの、繰り返しになりますね。一応昨日実装されたコンテンツなんですけど、まあ、もしかしたらそんなに最適化される方法っていうのはないんじゃないかなって思ってて、っていうのも、まあ、軽く詰めるならやっぱりこのシナジーをどうずらすかっていうのに時間を割く方のがいいのかなっていうふうに思いますね。まあ5区でそこまで軽く詰めする人いるのかっていうのもちょっと思うんですけど、はい、今回もこれで倒せますね。ちょっとボロボロですけど、はい、ダイヤリンで、この後にサイコロがもう一回来ますね、来るんですけど、今回は倒しきっちゃってます。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価なんかもお待ちしてます。ありがとうございました。